佐賀大学循環器内科の横井です。これから心房細動を有する患者さんに対する経皮的左心耳閉鎖術の説明をさせていただきます。まずはじめに、心房細動とはどのような不整脈かと申しますと、心臓の中の心房という部分がご覧の通り、ブル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 震えた状態のことです。心房が震えることによって脈が乱れたり、脈が速くなったりする不整脈になります。心房細動はご高齢になるほど発症する病気です。心房細動をお持ちの患者さんの問題点は3つあります。1つ目は、脈が乱れることによって動悸などの自覚症状を有すること。2つ目は、心房細動で心臓に負担がかかって心不全を発症してしまうということです。もし患者さんが動悸や心不全といった問題がなかったとしても、この次に説明します脳梗塞などの塞栓症を将来起こしてしまうかもしれないという危険性をずっと持ち続けることになります。なので、心房細動の患者さんはこの脳梗塞が一番大きな問題となってきます。なぜ心房細動があると脳梗塞になるのかと言いますと、心房細動になると左心房の中で、左心房がブルブル震えることで、左心房の中で血液がよどんで血の塊ができます。特にこの左心房の中の左心耳という部屋の中で血の塊、血栓ができてしまい、ある日その血栓が心臓から外へ飛び出して頭の中に飛んでいくと脳梗塞になってしまうというわけです。脳梗塞になる方は、高血圧や糖尿病がある方、他に今まで脳梗塞をきたしたことがある方で特に多いと言われております。なので、心房細動がある患者さんは、血液をサラサラにする薬である抗凝固薬をずっと飲み続ける必要があります。脳梗塞を防ぐためにサラサラな薬を飲んでいるのに、サラサラな薬は別の問題を引き起こすことがあります。一つは、怪我などをした後、血液が止まらない、血が止まらないというような問題。他にも、出血を伴う病気で、鼻血や消化管出血、脳出血などをきたしてしまうというような問題があります。血液のサラサラ具合がちょうど適切な状態であるうちは問題はありませんが、血液がサラサラになりすぎて出血をきてしてしまったり、かといってサラサラな薬をやめてしまうと心房細動があるため、心臓の中に血の塊ができて脳梗塞をきたしてしまうというような、非常に不安定な状態になっています。こちらは院内や患者さんに直接渡しているポスターになりますが、カテーテルを使って、カテーテルという細い管を使って、この問題となる左心耳というところを閉鎖することによって、血液をサラサラにする薬、抗凝固薬を減らす、または中止するための手術の説明となります。この手術を説明するアニメーション動画になりますが、足の付け根にあります静脈からこのような形でカテーテル、細い管を進めていきます。右心房までカテーテルを進めて、問題となりますのは左心房ですので、右心房から左心房に管を進めていきます。この中で、左心房の中により太い管を進めまして、問題となっております、この左心耳といったこの部屋の中に道具を進めていきます。左心耳の中で、患者さんそれぞれに合わせて適切な位置で閉鎖できるように道具を調節して、このような形で左心耳の中に道具を入れていきます。この道具は、入れた後取り出せませんので、もし動いてしまっては問題ですので、様々な工夫で固定されるようにできております。この道具を入れた直後は左心耳の中に道具がむき出しになっておりますが、1、2ヶ月しますと表面に内皮というものが覆ってきて、これで左心耳が閉鎖されることになります。治療を終えた後、この内皮が覆うまでの間はサラサラな薬を今まで通り続けていただく必要があります。心房細動の患者さんで血液をサラサラにされの薬を飲んでいる患者さんの中で、下血などの大きな出血を起こしたことがあったり、よく転んで怪我をするリスクがある。他にも、サラサラな薬を飲んでいるにもかかわらず脳梗塞を起こしたことがあったりとか、あとは、心房細動の患者さんは、アブレーションという治療で不整脈を起こさなくすることができますが、アブレーション治療を行った後でも、脳梗塞のリスクが高いと判断された患者さんは、血液をサラサラにする薬を飲み続ける必要があります。アブレーションを行った患者さんでもこの治療の適用となります。この動画を見ていただいた後、
今後2つの選択肢を考えてください。1つは今まで通り血液をサラサラにする薬を飲み続けるというような選択肢か、この今ご説明した経皮的左心耳閉鎖術という手術を受けていただいて、内皮化が終わった3ヶ月以降に抗凝固薬をやめるのどちらかの選択肢を考えていただければと思います。もしカテーテル治療を希望された場合、やることは3つありまして、1つは術前の検査、2つ目に入院の準備、そしてそれらが終わった後に5泊6日の入院ということになります。術前の検査では患者さん一人一人の左心耳の大きさを経食道心エコーや CT 検査で確認させていただきます。経食道心エコーというのは通常の心エコー検査とは違って胃カメラのような形で飲み込んでいただいて食道から心臓を裏から観察するというような検査になります。CT 検査はもし佐賀大学で以前に CT 検査を受けていただいている患者さんであれば省略することが可能になります。次に入院の準備です。佐賀大学に入院していただく患者さんは外来でメディカルサポートセンターというところで入院の手続きを行っていただきます。そしてこの治療は手術室で全身麻酔科で行いますので麻酔科の先生に会っていただく必要があります。この術前検査と入院の準備は同じ日に行うこともできますが、忙しくなってしまいますので、患者さんが希望される場合は別の日にそれぞれ分けることも可能です。これらの手続きを終えた後に入院ということになります。入院は5泊6日の入院となります。まず金曜日の午後に入院していただきます。土日を挟んで月曜日の午後からの手術となります。手術は一般的に3時間かかりますが、麻酔の導入までに1時間、このカテーテル治療に1時間、麻酔から目が覚めるのに1時間かけて約3時間かかっております。治療を終えた後、翌日からは歩くことが可能となります。翌々日には、水曜日には歩いて自宅に帰っていただきます。術後の経過になりますが、手術を行った後、先ほど申しました通り、約3ヶ月間は内皮化までに時間がかかりますので、この間は血液をサラサラにする薬を今まで通り飲み続けていただきます。その後、サラサラな薬をやめて、やめた後にも半年までの間に不具合がないかどうかを一度、経食道心エコーで検査させていただきます。現時点では1年後も経食道心エコーで不具合がないか確認するようにしております。これで経皮的左心耳閉鎖術の説明を終わります。何か質問があれば改めて聞いてください。